製造産業局は、中央省庁である経済産業省の内部部局の、一つ。製造産業などを所管する。2001年1月6日の中央省庁再編に、際して、旧基礎産業局、旧生活産業局を中心に、旧環境立地局、旧機械情報産業局の一部業務を再編して、発足した。経済産業省組織令。 第8条では、以下の事務を、製造産業局の所掌事務と定めている。次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。非鉄金属の回収及び再生に関すること。住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。工業仕様の流通及び消費の増進。 改善及び調整に関すること。化学肥料の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用台年装置並びに、国土交通省が、その生産を所掌する、軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び、輸入の増進、改善及び調整に関すること。 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。自転車競争及び小型自動車競争の施行に関すること。宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航工業の発達及び改善を図るものに関すること。デザインに関する指導及び省令並びに、その登用の防止に関すること。 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物科学の知見の利用に関するものの総括に関すること。経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。 ありがとうございます。